これ多分300匹か400匹取れてますよね。歩いていろんな話しますよ。わーい、この赤い塊何かな。私たちの候補の佐藤だわ。餌取って帰ると中でみんなに餌あるよって呼びかけます。おい、みんな、おいしい蜜があるよ。どんな蜜か分けてあげるから私のとこにおいで。餌取って帰ると中でみんなに餌あるよって呼びかけます。ありかしますから。人間は言葉使ってこうコミュニケーションしますけど、あるいは科学のフェロモン使っていろんな会話をできると。この男性はアリに攻撃を受けて最終的にはゴミ捨て場に捨てられてしまいました。彼女が気に入ったみたいですね。ひょっとしたら恋したんかもしれませんね。頑張れ頑張れ。